だろう、お休みいただきありがとうございますっていう感じなんですかね。動画こういう編集しようかなとか考えちゃってる自分がいることに気づいて、うわやべえこれ病気かもしんないって思っちゃったりする自分がいたりした。のんびりやっていこうと思いますので、よろしければまあのんびりとお付き合いいただきましてお楽しみいただければ幸いでございます。ほんと皆さんこれからも先も人生楽しんでいきましょう。何の話だ。ペロペロアンコクチャーでーす。ということで、いやー、まあ、なんだろう、お休みいただきありがとうございますっていう感じなんですかね。今、何も言わずに録画開始ボタンを押したで、何にも言うことは決めてないんですけど、まずはね、2週間ぐらい、休ませていただきまして、本当にありがとうございました。まあ、でもなんだろう、ね、まあ、休み、旅に出ますって言った時にも言ったと思うんですけどね、なんか別にわざわざ断ることもないかなみたいなね、自分のチャンネルだから好き勝手やりたいなみたいなね、こう気持ちがあるみたいなことは言いましたけど、まあね、とりあえず2週間ぐらい、いやほんとできる限りね、自分からその動画編集というか自分の YouTube チャンネルをできる限り遠ざけるように意識したっていうのかな。そう、意識しないと普通になんだろう、ウェブブラウザでボタンポチッと押したらすぐ見れちゃうから、自分のチャンネルは。ね。だから、あ、見ないよっつって。できる限り、ね、見ないようにしてたんですけど、ね。まあでも、なんだろう。結果としては、まあ、ちょっとね、休憩してよかったんじゃないかなって思ってはいますね。うん。まあ、ただね、なんだろう。胸が痛いというか、胃が痛いというかね、喉が痛いというかね、いう話はね、ずいぶん2週間前にね、したと思うんですけど、まあね、まだね、ちょっと完全ではない気がする。うん。まあ、うん、薬はね、いただいたやつまだ飲み続けてるんですけど、なので、まあね、もし悪化してるっていう印象もないんですけど、まあでも、またなんか、ちょっと、病院行こうかなみたいな時には行った方がいいかなっていう感じではありますかね。うん。まあ、でも、普通に、なんだろう、動画編集、そう、思ったのが、ちょっと雑談入りますよ。思ったのが、動画編集、よく私、やってたなって。なんかね、やっぱり、なんだろう、最初の2週間休みがあった中で、なんか、まあ、何の因果か、1週目はね、別の仕事が忙しくなっちゃって、あんま休めなかったんですけど、ね、そういうのってあるよね。なんかね、休みになった途端に別の仕事が忙しくなるみたいな。ね、あると思うけど、ね、でもね、なんかよくこういうね、生活してる隙間で毎日ね、3週間ぐらい動画編集して、動画毎日ね、上げてたなって、自分をびっくりしますよ。なんか褒めてあげるというより、どうやってやってたんだろうって、その時間はどっから生まれてたんだろうって思いますよ、本当に。なのでね、まあね、それこれも前回言いましたけど、まあいきなりね、また毎日更新っていうわけでもなく、まあ徐々に、まあ増やしていくというか、まあ無理せず上げていければ、いければなと思いますね。うん。あとはね、思ったのがね、動画編集はちょっとやることも途中であったんですけど、収録とかはなかったけどね、普通にマイクの前で喋ることとか、普通に友人との通話とかでもありましたし、うん。あとは動画編集もちょっとすることはあったんですけど、でも、なんだろう、ふと、なんかあるじゃないですか。トイレの中とか、お風呂の中とか、寝る直前とか、布団の中でぬくぬくしてる時とか、なんか、ふっと、なんか動画でこういうことを喋ろうかなとか、なんか動画こういう編集しようかなとか考えちゃってる自分がいることに気づいて、うわ、やべえ、これ病気かもしんないって、思っちゃったりする自分がいたりした。うん。いや、だから、まあ、やっぱ、なんだろう、楽しんでたんだろうね。うん。なんか別にね、嫌になって休憩し、ね、休みに取ったわけでもないし、とりあえずなんか休むかってことで無理やりね、無理やりっていうか、なんだろう、とりあえずね、勢いで撮ってみましたけど、まあでもやっぱなんだろう、そういう自分を改めてね、客観視できるっていうのかな、ね、そういういい時間だったんじゃないかなって思いますね。うん。なので、またのんびりと、まあ、重ねてになりますが、のんびりと、やっていきますので、お付き合いいただければ幸いでございます。まあ、お付き合いいただければっていうのもね、これも前言いましたけど、なんか別に無理に張り付いていただく必要もね、全然ないし、私はほんと自分のペースでね、マイペースにこれから先もやっていくだけなので、うん。で、なんかね、うん、こう、よかったら、こう、面白い時が、面白いシーンとかがあったら、そこだけね、あ、うふふつって、一緒に笑ってくれれば、それだけで私は幸せなのでね、うん、っていう感じですかね。はい。まあ、そんな感じで、あ、結局あれだね、ゼルダとタイポマン、編集しませんでしたね。まあ、でも、
そう、途中であげるかもって言ってたけど、よかったんじゃないかな、逆に。うん、無理になんか途中でね、やってたら、それはそれで休みになんなかったかもしんないし、うん、なので、まあ、これからね、それまだ未編集なんでね、編集もしなきゃですけど、とか、あとはピクミンがね、4が終わったからね、次何やるのかなっていうね、まあ、何やるか言ってるんですけど、ね、とかをね、のんびり収録したりとか、そういう感じじゃないですかね。はい、まあね、人生長いのでっていう言葉もなんかちょっとね、割と、なんだろう、いつ死んでもいいようにっていう感じで私は行動するようにしてるので、うん、いつまで自分が生きてるかもわかんないけど、うん、でもまあね、人生長いからのんびりとやっていけたらなと思いますよ、本当ね。だってなんか、なんだろう、世の中のさ、偉人とかと比べたら私の年齢なんて、まあ年齢で決めちゃうのも良くないと思うんだけどね、今の時代的にね。うん、まあ今の時代的にっていうか、なんだろう、その日本が遅れてただけでね、日本はなんかね、唯一かわかんないけどね、年齢差別がある国だってね、よく聞きますから、うん、だから年齢関係なくね、まあね、楽しんで人生を謳歌していければなと思いますよ、本当これからも何の話だっけはい、ということで、いきなり翌日ね、動画上がるかわかりませんが、本当にのんびりやっていこうと思いますので、よろしければまあのんびりとお付き合いいただきまして、お楽しみいただければ幸いでございます。まあね、皆さん本当いろいろ人生あると思いますのでね、まあなんか辛い時はね、私の動画見てほっこりしていただければ、それだけでもね、幸せかなと思いますなので、本当皆さんこれからも先も人生楽しんでいきましょう何の話だねはい、ということで、以上ここまで暗黒者でございました。またのんびりと、やっていきましょう。また次回別の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ、ペロペロー。